どうも皆さん、こんにちは。論文男です。さあ、本日は女性から超絶モテる口臭の整え方5選ということで、女性から絶対に嫌われない匂いの出し方を徹底解説していきます。マスクの下の匂いが気になるっていう方は、ぜひ最後までご覧ください。確実に口臭改善のヒントが今回の放送で得られますので、モテを目指している方は楽しみにしていてください。毎度のことながら参考にした論文は説明欄に貼っておきますので、興味がある方はご覧ください。それでは早速行きましょう。まずは口臭がモテるために絶対に必要な理由です。まあ当たり前ですが、口が臭い男は嫌われるっていうことは皆さん周知のことかと思いますが、実際は嫌われるだけではなくて生理的に無理な対象になってしまうんです。つまり一度こいつ口が臭いっていう風になると異性として見られなくなってしまうんです。この驚きの事実は2010年のアルバニー大学、ネブラスカ大学の研究で明らかになっていまして、口臭やキスというのは体の全身状態を把握するのに用いられることが言われていまして、生物学的に生殖の可能性を決定するために口臭そしてキスをすることはめちゃくちゃ重要ということが科学的に分かっているんです。まあ、つまり口が臭い男というのは体の健康状態も悪いというふうに女性から判断されてしまって、性の対象としては見られなくなってしまうというわけなんです。もう完全にモテ男からは程遠くなってしまいます。ただし逆を言えば、ちょっと顔や体に自信がなくても口臭を整えておくだけで女性から生物学的に性の対象として見られるというわけなので、自分に自信がないという方でも必ず整えておきたいのが口臭というわけなんです。それでは前置きが長くなりましたが、早速科学的な口臭予防をご紹介していきます。モテ男になるための口臭の整え方、一つ目は腸内細菌を整える、これです。まあ、口臭というふうに聞くとまず思い浮かべるのが口内細菌かと思います。食べかすなんかに集まる口内細菌が多くなると口臭が強くなるという話を耳にしたことがあるかと思いますが、この口内細菌と腸内細菌というのは密接に関連していまして、体調が悪くなって腸の環境が悪化することによって口内細菌の量や質が悪くなって口臭が強くなるということが起こってしまうんです。2018年のアムステルダム大学から出されたメタ分析からは、腸内細菌を整えることによって口臭のスコアが優位に改善したというデータもありまして、腸内細菌を整えるイコール口内細菌を整えることにつながります。腸内細菌を整える最も手っ取り早くておすすめの方法がプロバイオティクスのサプリメントになります。約2週間の摂取で圧倒的に腸内を整えることができます。おすすめのサプリメントは説明欄に貼っておきますので、興味がある方は見てみてください。まあ、サプリをご紹介するときにはこれ必ずと言っていいほど言ってるんですけれども、サプリメントは生成過程でほとんどのものに重金属が購入されますので、体調を崩さないために運動というデトックスと合わせて服用してください。汗をかくことによって悪い成分を体の外に出すことができますので、サプリメントを服用する際は運動して汗をかく、これは忘れないでください。口内細菌を整えて口臭を予防するために、まずは腸内細菌を圧倒的に整えていきましょう。では次、超絶モテる口臭の整え方、二つ目はブラッシングの方法です。なんか単純って思うかもしれませんが、ブラッシングはやはりめちゃくちゃ重要です。虫歯は口臭の原因になるなんていう話は何度も耳にしたことがあるかと思いますが、2017年のペロタス連邦大学が出したメタ分析では、歯周病になることによって口臭が 3.16 倍強くなることが言われていまして、歯周病と虫歯の予防は口臭を整える上ではとても重要になります。そしてこの歯周病と虫歯の予防改善に最も効果のあるのがブラッシングになります。2013年にスプリット大学から、歯周病と虫歯の予防にはどのようなブラッシングが有効なのかの検討が健康成人354人を対象にして行われました。ブラッシング、まあ歯磨きの方法なので普段の日常生活にもめちゃくちゃ落とし込みやすいかと思います。でも早速結果なんですが、通常のブラッシングと比較して歯間ブラシを使用したブラッシングというのは弱いエビデンスでしたが、歯周病の改善や虫歯の予防になるという結果でした。期間としてはこの研究では1ヶ月という短期間でしか見ていませんでしたので、弱い相関という微妙な結果でしたが、これが数年から数十年になると歯周病、虫歯の予防には無視できない話になるかと思います。例えば歯並びの悪い方は通常のブラッシングでは歯と歯の間の汚れを取ることは難しいですし、虫歯は歯間にできやすいので、この部分から考えると口臭予防そして虫歯予防のために歯間ブラシを使用するのはとても有効かと思います。私の場合もですね、歯間ブラシは口臭予防虫歯予防で常に常備していますし、実際に自分の体験からは効果ありでしたので、一度試してみる価値はあるかと思います。日々の歯磨きに歯間ブラシを追加するだけで口臭予防になりますので、ぜひ実践してみてください。
では次、超絶モテる口臭の整え方。三つ目は、舌苔をなくすことです。舌苔というのは、舌の苔と書いて舌苔です。この舌の苔が増えすぎることによって、口臭の原因になってしまうんです。2013年に台湾から出された研究によると、歯磨きのみと歯磨きプラス舌洗浄を比べると、通常の歯磨きに舌洗浄を加えることによって、口臭が大幅に減少したことが分かっているんです。ただし、舌洗浄といっても、マウスウォッシュで油水でも特に効果はありません。以前の放送でもお伝えしましたが、マウスウォッシュは口臭予防に対してはある程度の効果を発揮しますが、使うことによって口内細菌を洗い流しすぎてしまい、いい菌までもなくしてしまいますので、糖尿病の原因になるというデータがハーバード大学の論文から明らかになっています。まあ、なので、私自身はあまりお勧めはしていません。私、論文男がお勧めする舌苔をなくす方法としては、舌のブラッシングです。ただし、普通の歯ブラシでやってもほとんど効果はありませんので、専用の舌ブラシを使用しましょう。頻度としては2日に1回くらいで十分です。多くやりすぎたり、強くやりすぎたりすると、舌苔だけじゃなくて、舌の表面にある舌乳頭という味を感知するセンサーまでも傷つけてしまいますので、2日に1回軽く舌をこする程度に洗浄してください。ブラッシングの基本としては、通常の歯磨きにプラスして、毎日の歯間ブラシ、そして2日に1回の舌洗浄を行うことによって、口臭の原因となる口内細菌、舌苔を消し去ることができますので、ぜひ実践してみてください。では次、舌苔モテる口臭の整え方、4つ目が唾液の分泌を多くすることです。これは原因をなくすというよりは、即効性のある口臭を抑える対処法になります。一番は当たり前ですが、水分の摂取量を多くすることです。ジュースとか砂糖が入ったものではなくて、水とかお茶の摂取が有効です。特にカフェインが入っている緑茶やコーヒーは、口臭の対処法としては優秀な飲み物になります。あとは、口や舌をよく動かすことも重要です。これは会話をするのが一番手っ取り早いんですが、口臭が気になると会話どころではないと思いますので、下唇の中や上唇の中を舐めるように舌を動かす舌運動が効果的です。唾液量を増やして口臭予防に努めていきましょう。そしてこれに関連して、超絶モデル口臭の整え方、最後5つ目がガム、タブレット、スプレーの使用です。当たり前すぎて見るのやめようって思う方もいるかと思いますが、ここでも口臭予防に特化したおすすめの要素をご紹介していきます。もう早速結論なんですけれども、ガム、タブレット、スプレーでおすすめは乳酸菌が入っているものを選ぶようにしてください。乳酸菌は口臭予防に効果があることが様々な論文で明らかになっていますので、選ぶとしたら乳酸菌入りのものを選ぶようにしてください。特に即効性のあるのがこの5つ目の方法になりますので、好きな子とデートに行くときや大切な人と話すときの前にガム、タブレット、スプレーをやってもらえるのがいいかと思います。以上が超絶モテる口臭の整え方5選でした。では最後に本日のまとめです。まずは口臭の原因となる口内細菌自体の量を減らしたり、質を良くするために腸内細菌を整えていきましょう。腸内細菌を整える最も手っ取り早い方法がプロバイオティクスのサプリメントの摂取になります。用法用量を守ってプロバイオティクスを体に取り込むことによって、根本から口臭を改善することができます。そして日々のブラッシングで口内細菌を整えることも有効です。通常の歯磨きにプラスして毎日の歯間ブラシ、2日に1回の舌ブラッシングを行ってください。日々の習慣に落とし込みやすいので、習慣化しやすいかと思います。そして即効性のある口臭の対処法としては、しっかりと水分補給をして唾液の量を多くすること、ガム、タブレット、スプレーの使用が挙げられます。水分補給では水もいいですが、カフェイン入りの緑茶やコーヒーは口臭予防に圧倒的な効果を発揮しますので、こちらはおすすめです。ガム、タブレット、スプレーは乳酸菌入りのものを選ぶと確実ですので、普段常備するもの、もしくはコンビニなんかで買う際は乳酸菌が入っている商品を選ぶようにしてください。口臭というのは相手を不快にさせるだけじゃなくて、女性からすると本能的に相手の健康状態を確認して性の対象として見れるかどうかを評価していますので、口臭を今回の方法で圧倒的に整えて、好きなあの子と向かい合いましょう。それでは本日は以上です。またお会いしましょう。バイバイ。本日もありがとうございました。このチャンネルでは論文や本をベースとして生活を豊かにする情報を放送しています。月水金の夜7時半、ぜひご覧ください。あとグッドボタン、チャンネル登録もお願いします。